後ろ、前に行って、皆さん前に行ってください。Thank you.
長津歴史博物館の方に、展示に行きます。小さい子、特に小さい子、水分をしっかりとってください。気分悪くなったらすぐ言うよ。入って、その間に子供をどんどん入れていこうと思うんで、ちょっと船を先に出します。左に曲がって、曲がったらすぐ右に曲がって、若竹屋の前を通って、南部公民館のところ左、南部昭和の方に向かって、そのまままっすぐ行きます。そしたら中区に着きますんで。で、万が一こけても綱から手を離さないようにしっかり持っててください。いいですか？いいよ、入る入る。おThank you.
イスター、ア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 イスター。皆さん、奥の方には入っても結構ですので、この中に、こっちの中に入っていただけますか。踊りも、この後2曲披露しますので、すいません、道路には出ないようにお願いします。前の方いいですよ、前の方、こちらは令和5年度上祇園二番車新屋形町の踊り車でございます。本日より7月22日までこちらの中博の展示室にて新屋形町の踊り車を展示するように予定しております。それではですね、まずもって中津祇園保存協議会のこの行事でございます。議長をはじめ副議長が来てますが、ここで中津祇園保存協議会湯葉議長よりご挨拶申し上げます。
こんにちは。私が中津事務協議会の議長をさせていただいております今でございます。何もって今日は5時にここまで来れたことおめでとうございます。それから、お気持ちも大層きれいになりましていいなというところでございますけども、一つだけ、車付き係、人材係の方々にちょっとだけ私の、記憶の中を少し、思い出しながらリスペクトのお話をさせていただければというふうに思っております。今から50年ほど前ですけども、中津神社の方の神のお経車が一時期、ほぼほぼの町内が巡行を停止した時期がございました。それも、時代が背景的にはもう受験戦争真っ只中でちょうど僕が22、3歳の頃ですけども、それ以来、品川さんはずっとただ一代で、ご巡行されておりました。今思えばそのご巡行の流れがあればこそ今日の、中津祇園が出来上がったのではないかなとも思っておるところでございまして、大変、心あるジョングルマだというふうに思っております。皆さんおめでとうございます。ありがとうございました。それでは、ここで、品川祇園ぐるま2曲をご披露させていただきたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をしていただくと、YouTube の画面で私の動画が見つけやすくなります。もしよろしければ、祇園車の屋根の画像のあるところを押して、チャンネル登録をお願いいたします。